はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ始まりましたね。久々の武道会ということで、今ですね優勝回数12回まで来ました。さあそしてランキングの方は結構ねフレンドも夜中ですけども頑張ってます。さあ全体ランキングのね上位もちろん狙っていくわけなんですけども、早えな早えな。ランキングご褒美スキルの秘伝書とかね欲しいよね。さあ挑戦者、まずは挑戦者の方から攻略やっていきましょうか。今回の挑戦者どうなんでしょうかね、難易度は。さあ僕はですねまだガチャ回していないので特殊能力持ちキャラ持っていません。なので特攻なしで攻略やっていきます。さあプレイ条件は勇ましい豪傑、うつら影、ヨロロンと。さあこんなパーティーでやっていきます。まずは勇ましでやっていきます。さあ妖魔人剣王、そして竜人覚醒竜太使っていきます。大量プニケシサイズアップがあります。技ゲージ吸収がねいやらしいんだよね。神事&初号機覚醒、デカプニで振ってくる。さあそしてこのメラメライオンがねスーパーフィーバー強いんですよ。つながりやすくなる。さあそして武蔵使っていきましょうか。前傾者&デカプニの技ゲージを多く貯める。さあこんなパーティーでいきます。さあ超覚醒青龍。さあ挑戦者はですねイベントごとに難易度の差が激しいよね。むっちゃ簡単な時もあれば難しい時もあるということで、さあ SSS ランクのね超覚醒青龍 HP が34万5000ということで結構あるね。結構強い感じじゃないのこれ。しかもこの技ゲージ吸収ギミックがいやらしい。なのでデカプニで瞬間貯めてね打たないと無理ですね。さあフィーバインからの、さあまずは竜太打って、さらにすかさず貯めないと吸収いやらしいな。どんどん打っていきます。さあこれで技ゲージ貯めつつ大量プニ消しからの、さあこれでお結構減ったね。さあちょっと吸収がいやらしいんだよな。さあこのデカプニになりやすくなるねスキル有効です。さああとミリカもう一発、さああと一発いましたね。さあなんとかですね超覚醒青龍倒すことができました。まあまあ強くね、吸収いやらしいな。12ポイント。さあ次はナンダ竜王来ましたね。反撃効果無効。さあプレイ条件は同じくこんなパーティーでいきます。雷光武士ニャン使うたびにダメージアップ、そしてファントムソードノクティスノクト使っていきます。前傾者&デカプニの技ゲージを多く貯める。そして獅子舞使っていきます。こちらも強キャラです。勇ましの種族効果アップがあります。そしてフィニャンサンタ、これ SSS ランクなんだけどスーパーフィーバーがむちゃむちゃ強力。そして空転使っていきます。天中殺。さあこちらスキルで復活があります、ワンチャンあります。さあナンダ竜王はですね SS ランクなんだけどこれ持っていない人はですね仲間にできるんでぜひとも仲間にするといいです。スキルがねこのダメージダウンダメージカットということでかなり強力なんだよね。さあここは変なギミックもなく HP が9万5000ということなんでそんなに難しくないんじゃないの。これはまあサービスキャラというかね。さあ挑戦者はもちろん仲間にできます。さあどんどん必殺技打ち込んでいきます。さあ雷光武士ニャン、さあこれいったんじゃないの。さあしかしもう限界突破マックスなので仲間にすることができません。だから今回周回してね幻突マックスまで狙っていくというのもありなんじゃないかなと思います。さあ行きましたね。さあそして12ポイント。
さあ次はなんだ。超覚醒マムシ行事反撃効果無効。さあこんなパーティーでやっていきます。スサノを使っていきます。豪傑でいきます。タップでデカップに周囲を消す。さあそしてスサノブレイダース使っていきます。全消し&3種類の妖怪プニを整理する。復活があります。ワンチャンあります。雷電流使っていきます。デカプニを4つ作り、そのデカプニを消す。山吹姫祝いです。玉を作る。さあそして弁慶使っていきます。蛇王軍のタイプね。将棋弁慶復活があります。さあこんなパーティーでいきます。さあ豪傑っぱ、豪傑もね強いんですよね。さあ技ゲージ溜めつつフィーバーインを狙っていきます。さあマムシ行事は SSS ランクということで HP が 99,750 ということなんで、まあこれもですね難易度的にはそんなに高くないキャラかなと思います。変なギミックもないしね。さあフィーバータイム入りました。さあ鉱物与えます。幻突マックス狙っていくぜ。さあ必殺技打ち込んでいく。この種族縛りがでもいやらしいよね。最近プニプニ始めた方とかはね、まああまりキャラ揃ってないんで種族縛りあると一気に難易度上がります。まあでも4種族使えるんで、さあこれいったんじゃないの。さあできればお宝ドロップ、さあ来ましたね。何も落としません。落ちねえのか。さあそして12ポイント。さあ優勝しました。お、アイテム、新アイテム落ちたね。さあそしてさあ雷電流来ました。反撃効果無効ということでプレイ条件ありと。さあこんなパーティーでいきます。薄ら影でいきます。さあマイキーね、前回のイベントでゲットしました。プラス5と2。時刻点汚れ、全消し&デカプニの技ゲージを置くためる。技ゲージが溜まった状態でスタート。さあそして暴走ヒロシン使っていきます。こちらもねむちゃむちゃ強キャラです。スキルが強力。そしてペコちゃん使っていきます。さあペコーラからのルシファー使っていきます。こちらもねランク Z なんだけどむっちゃ強い。復活があります。ワンチャンあります。さあ雷電流はですねこれ仲間にすると美味しいよね。ランク Z なんで HP が528,000ということで結構難易度これ高めだね。まあなんだけど変なギミックはないので比較的倒しやすいんじゃないかと思います。さあもうフィーバータイム外ですけども必殺技連発していきます。さあいけるかな、ちょっと厳しいかな。結構 HP52 万って結構えぐいね。マイキーいきます。マイキーやっぱ強いんだよね。からのいきましたね。まあ種族相性的にもね豪傑に対して薄ら影有利なんでちょっとダメージがね多めに出ます。いきましたね。そして12ポイント。さあそれでは裏マップいきましょうか。さあクローン黒竜来たぜ。お、福利ゆうちゃんセクシータイプじゃないか。白竜、そして竜太、ロボエモン来たね来たね。竜仙人の青年期来ました。さあいつものタイプ6個の封印、順番に封印していく。7個のお宝か。さあそして今回取り巻きが3人ということで少なめじゃないか。まずはエルドラゴーンからいきましょうか。流線に福林ゆうちゃん、
エルドラゴーン、滅粒子縛り、そして反撃効果無効と。これは結構えぐいね。いきなり激ムズ。こんなパーティーでいきます。さあ竜神で使っていきます。全騎士デカプニの技ゲージを多く貯める。技ゲージが溜まった状態でスタート。さあそしてメインアタッカーは佐藤龍太の灰の大地。こちらフィーバーになった時に技ゲージが溜まる。そして花森ふくりゆうちゃんランク U3 使っていきます。今回復刻来るかもしれません。復活があります。そして佐藤龍太祝宴使っていきます。ボーナス玉を作るでっかいやつね。さあそしてですね、こちら流星人なんですけども、これも復刻来るかもね。スキルがね、この玉にダメージを減らすワンチャンあります。さあこれでちょっとね、エルドラゴンHP が49万8000ということで、なかなか難易度高い。そしてこのギミックがいやらしい。さあ技ゲージ貯めて打っていく。反撃厳しいな。さあ連発できればワンチャンあるのか。反撃が痛いぞ。ちょっと厳しいな。さあこのダメージカットが発動してくれるとワンチャンあるか。からの49万か。おっと、なんかいけそうな感じがしないでもないけど、ちょっと厳しいね。相当育成していけばいけるか。さあ1の2はクローン黒竜、滅粒子縛り、そして反撃効果無効、技ゲージ吸収あるのか。これは厳しいぞ。さあそして HP49 万で技ゲージ吸収はちょっと厳しいね。デカプニでスタンバっておいて連発できればワンチャンあるのか。さあデカプニの技ゲージを貯めるからの、さあフクリユウちゃん打ちつつ、フクリユウちゃんはね連発しやすいんで、そうは言っても2万2000か。ちょっと足んねえな。マジで足んねえぞダメージ。まだいくぜ。おっしゃー3万。そしてフィーバーインからの来ましたね。しっかり10まで貯めていこうか。これでお降ってきた。ワンチャンありそう。そしておっと復活入りました。ちょっと足んねえか。フィーバー明けにもう一発。おっとマジか、むっちゃ強い。これ無理ゲーだ。マジで無理ゲーです。なんじゃこりゃ。さあそして1の3は流星に来ましたね。超覚醒シュート、滅粒子縛り、反撃効果無効、お邪魔玉。さあ竜神覚醒週間 HP が61万6000ということで、ちょっとこれ半端ねえな。半端ねえな。これはいけるのか。さあデカプに作っておいて技ゲージをくためるからの、まあ、まだ技ゲージ吸収とかがないので戦いやすいけども、お邪魔玉がむっちゃ邪魔。お邪魔玉がむっちゃ邪魔。さあそしてフクリユーちゃんからの、おっとダメージカットいい感じじゃないですか。ワンチャンあるのか。おっとここは厳しい。マジ無理ゲーです。チャイ